はい、今日はですね、アイドルグループの争奪戦が始まって、アイドルメンバーの争奪戦が始まってる、まあ、始まってるかもしれないですよっていう話をちょっとしますが、昨日前回上げた動画にまあ関連するんですけど、あれもうちょっと詳しくやろうかなと思っておりましてですね、今回まだ動画撮っておいてるわけでございますが、もうね、少子化がね、予想以上には進んでるような気がするんですよ、やっぱり。で、この少子化っていうのが、このアイドル業界にもやっぱり影響が出てきてるわけです。やっぱりだってあれですから、人がいないんですから。うん。もうね、だからね、うちのところでもね、その昔ね、うちらの時ね、30年、まあ、40年前だとね、小学校ってね、5クラスあったんですよ。5クラス、ね、全校生徒が、ね、4桁ですよ。4桁と隣、だいたいね、市街地の小学校だいたい4桁ぐらいで、ただ1000人ぐらいですよ、ぐらいの、まあ、児童数を抱えてて、で1年生から6年生まで5クラスあったんですよ。で5クラスあって、その40人学級で5クラスですから、なんでね、でだから1学年200人ぐらいいるわけですよ。で、それが6学年いるから1200人ぐらいいるわけです。児童生徒数が。で、それが今はなんかでもね、2クラスしかないんですよ。聞いた話によると。2クラスしかないって言うんですよ。だって。今30人学級で2クラスしか作れないんですよ。だから今ね、生徒数がね、60×5 で300人、500人いたら UFO じゃないくらい、半分しかいないんですよ、みたいな話になっててね。まあそんな話なんですけど、まあそれぐらい今少子化っていうのが進んでます。で、これアイドル業界っていうのは、これ必ず影響を及ぼしておりましてですね、まずね、基本的にね、何が起きてるかっていうとね、まあ今考えられるのはですね、少子化になので、いくらオーディションやっても、まあ人が集まってこないんですよ。やっぱり昔ほど、人が来ないんですよ。昔だから、今10年前でもオーディションやるんだったら、大手のところだったら1万ぐらい来たんですよ。総応募者数が1万ぐらい来たと思うんですよ。それこそだから坂道のところだともっと来てるはずなんですよ。あのオーディションありますって言ったらわーって来るんですけど、そんでもね、もう今坂道さんのところでもね、多分ね、そんなになんか、そんな昔だ、 AKB の初期のオーディションほどは人は集まってないと思います。やっぱり。うん。集まってないと思います。あそこも多分、どこもかしこもそうなんですよ。だから、どこもかしこもね、その昔、だから10年前よりも、やっぱり人が集まってこないっていう感じなんですね。で、で、なんですけども、入ってくる子はいないんですけど、減ってるんですけど、新規でグループは増えるわけですよ。地下が多いんですけど、いろんなグループがあります。だから多分10年前よりも今の方がアイドルグループの数は多いです、多分。おそらくで所属メンバー所属数も多いです。昨日言った通り、私モーニング娘。あのハロプロだって10年前は、今から10年前は34人しかいなかったんですよ。今ね、計算間違えた、ごめん、73人です。73人ぐらいいるんですよ、今。で、倍ぐらいいるんですよ。で、それ、まあ、ですけども、それでも、でもね、あの地下とかアイドルで、まあ、解散するグループとか卒業する方も増えるわけですよ、それなりに。だから、あの、大体ね、1ヶ月にね、2つグループが卒業、解散、解体して、3つぐらいグループが新しく誕生してるみたいな感じだと思ってください。2つ消えて3つ増えるみたいなのが、そんな感じだと思ってください。で、オーディションやるよりも、この上記のメンバー拾った方が早いんですよ。要するに、もう無理だって、まだオーディションやっても来ないんだから、まず。人が来ない。そんなに人が来ない。集まらない。やるって、オーディションやるのも金かかるんです、結局。あの、ホームページ作ったりとか、で、あちこちに、ね、札幌やら仙台やら、ね、名古屋、大阪、広島なんて、福岡に、ね、社員派遣してね、地方オーディションだってやってね、で、それでね、オーディションやってみたいな。で、場所借りのもただじゃないので、なんかでっかい会議場みたいなのは、あと、なんだかその、
スタジオみたいなの借りてだな、ダンス審査やれますみたいなになって、でもそれ1日かかったら金かかるわけだから、そんなことやるんだったらば、もう、拾ってきた方が早いわけで、この解散したグループで宙ぶらりんになって、私はまだアイドルを続けたいんですけども、グループがなくなってしまいましたって言って、もっと私はまだやりたいんですっていう人がいっぱいいるはずなので、この解散したグループから声かけて、うちでやらないみたいな、口コミ立ち上げるからやらないって言って、拾ってるような気がするんですけど。で、まあ、それが地下任せで、今、昔はちょっと前までこう地下アイドル同士でやってたんですよ、多分。拾って、だから、バラバラになったところから、この子いいな、この子いいな、うちでやんない、うちでやんないって言って、うちでもう新しいグループ作るからやんないって言って、あんた経験あるからセンターにしてあげるよって言って、で、それでオーディションで取った2、3人、この2、3人ぐらいの子とは混ぜて、5人グループでデビューしますみたいなやって、やってることほぼ同じなんですけど、ないないってグループのないないちゃん、ないない、今度なんかないない、ないないってグループに移籍したんだよ、みたいなことがあったんですよ。で、それは地下アイドル同士でやってたんですけど、その地下アイドルだってそれ結局さ、取られたら困るから、ねえ、結局引き抜き合いとかやってて、で、それもなんか迷惑だからってんで、まあガードがかかたくなってくるわけです。そうするとね、今度大手にも職種を伸ばしつつあるんですよ。やっぱり今大手にも来てるんですよ、やっぱり。やっぱ10年前の田辺七海の時もそうみたいに、ハロプロだって結構職種伸ばされてると思うんですよ、うちのところもやっぱり、OG 含めね。で、で、大手でも外部から見れば、冷遇されてるようなグループに手を伸ばすんです。だから、ハロプロだったら、モーニング娘。でさすがに手出してこないんですよ。モーニング娘。とか、割と上位のアンジュルムとか、ジュースジュースとかね、絶対手出してこないんです。あそこのメンバーは手出してもしょうがないから、もうあれだから、絶対やめねえって分かってるから。だから、ちょっと、なんか、椿ファクトリーあたりからちょっとね、とビヨーンズとかですね、お茶ノーマ、ロージクロニクルって、ロージクロニクルができたばっかりだからいいんだけど、お茶ノーマぐらいまでの、なんかちょっとくすぶってそうなメンバーに手、初期値を伸ばしてがちなんだよ、だから。だって、あそこだってどう見ても、型から見ても、外部から見てもですね、あそこでなんか、やってても、あなた方でもずっとライブハウス周りでしょって ですね。アップフロント所属とか言ってますけど、あなたね、大手アップフロントプロモーションで所属だって言って、ハロープロジェクトにいるったって、あんた方やってることだって、だからライブハウスでしょって、他の地下アイドルと何が違うのっていう話になって、そんな説得されたらさ、ちょっと心が揺るがやったら揺るがやわね、それな、ちょっとなって。うちんところだったらあれだよって、十何人いるんでしょ？埋もれてません？もうひょっとしたらって。うち今度は6人グループ作るんですよって、どうですか？みたいなのをなんか言ってくるやつがいるんじゃないかって思ってるわけですよ。だってそれ、傍から見たらなんかその、だからさ、うちらをハロプロのハロオタだからさ、いや、他の地下よりも優遇されてんだって思ってんだけど、それ外部の事務所から見りゃ、ハロプロなのに、なんであいつらあのグループライブハウス周りしかさせてもらえないんだろうとかさ、なんであのグループ年に1回しか新曲出してもらえないんだろうとかさ、なんか冷遇されてんじゃない、あそこみたいにさ、なんかやらかしたんですかみたいなさ、なんか思ってると思うんで、そこに手突っ込んでいくんじゃねえかって話があってですね、まあ、こういうこと起きてる可能性がありますよ。ね、で、保護者もまあ大手ならまだしも、中小、零細、地下アイドルだとまあ不安だから出したくないってなるわけですよ。だからアップフロントとか、そのスターダストとか、もう有名なとこあるじゃん、ホリプロとか、ホリプロぐらいとか、あの辺だったら、まあね、まだいいのよ。大手名の通ってるところだったら、よほどバカなことしねえだろうってのあるから、安心して送り出せるわけですよ。ところが、ちょっと聞いたことももうねえような事務所といっぱいあるじゃん、そんで。何の事務所かわかんない事務所って、なんだろう、なんか、中小零細でやってますってさ、中小零細でやってた、その、なんか、事務所もなんか知らないけど、港区のさ、なんか港区のさ、ものすごい都心から離れたところ、雑居ビルの4階とかにあるとかさ、なんとかマンション202号とか そういうところとかね。目黒区の、ひもん屋のなんかもうマンションの201号室とかっていう、201っていうところ、何何何みたいな。あるじゃん。いや、そういうところだったら大丈夫かしら、ここみたいなのあるわけですよ。なんかね。
枕営業とかさせられないかしらと思うわけです、まあ、そういう情報がわーって回ってるからね、親御さんもさとかし不安なのではないかなと思ったりなんかするわけですが、そこでですね、まあ、大手事務所と対抗策が、まあ、昨日も動画で出したんですけど、昔はですね、その事務所を対象しても一定期間は芸能活動がやりにくかった、まあ、圧力がかかったわけですけど、なんとか圧力かけたのかっていうと、要するにアイドルや芸人として売り出すまでそれなりの予算をかけて来るんですよ、事務所ってプロモーション費用とかけるわけですよ。なんかだって無名の人間を有名にするんですから、それでやっぱり金を突っ込まなきゃいけないわけですよ。プロモーションしなきゃいけないわけですよ。でテレビに出したりとか音楽歌番組出したりとか、あとそうレコード屋周りやったりとか居酒屋周りやったりとか、もその、ね、演歌歌手の場合だけどな、いやラジオ局周りやってこっちのね更新曲出すんだかけてくださいみたいなやったりとか、あとはあとリリースイベントね、発売記念リリースイベントでいろんなイベント会場回ったりとかですね、で歌わせてくださいとかってそういうのやったりとかって、ね、名前を顔を売る仕事が顔売るだけでも結構金かかるわけですよ。だって顔売らないと利益が出て、もう売り上げが返ってこないわけだから、それなりの事務所は金出すわけですけど、でもその事務所としてはですね、その金をかけてもらった分売れてからバンバン稼いでもらって、そのプロモーション費用を回収したいわけですよ、かけちゃった分を。でかけてもらって、それで要するにプラスマイナストントンぐらいしてもらえればいいわけですよ。でもしくは要は黒字にしてもらえばいいわけですね。で普通狙う、それをだ黒字になるのを狙う、もう見越して事務所っていうのはこの子をプロモーションで、このアイドルグループたちをプロモーション費をかけて売り出すわけだから、それにもかかわらず別に何のリターンもないまんまいきなり辞めますと言われた日にはですね、事務所は損でしかないわけですよ。だからこういうことをさせないように、昔は事務所を売れない時代に事務所に所属して、プロモーション費用をかけてもらって、ようやく売れましたって言い方だったら、売れたからこの事務所辞めますっていうふうにできないようにするために、1年間ぐらいは芸能活動をさせないよっていうですね、やりにくくするよっていう、だからそう圧力をかけてたんですけども、これがですね、公正取引委員会のなんだかなんだかで、ね、もう昔のジャニーズがやらかしてですね、そう今そういう圧力はかけにくくなってるわけでございます。ですから、そのでだから事務所退職してすぐ移籍とか認められてるわけだから、これがこの縛りができなくなっちゃうわけですよ。だから今本当に金い話が、事務所に所属します、プロモーションします、売れます、売れた瞬間に移籍っていうのはできるわけですよ。だから売ってもらった恩を返す前にバーンって移籍しても OK みたいになっちゃってるわけですよ。じゃあ事務所は圧力がかけにくくなってるから、うん、でやられっぱなしなんで、じゃあ嫌なので、事務所はじゃあ認めますよと、事務所は退所しますね、でどっかの事務所ですぐ移籍します、移籍してすぐデビューします、ああいいですよと、どうぞお勝手に おやんなさい、あなたのさ自分のあなたの人生なんだから、あなたのやりようにやってください、事務所のことは気にしないでください、私たちは大丈夫です、あなたの未来が、あなたの未来はあなたが作り出すものですからって、そうあなたも歌ってましたでしょ、だから私事務所はそれはあなたの活躍を応援しますって言って応援するんだけど、その代わりファンは移籍させないからねっていうやり方なんですよ。だからあんた出てくるのは構わないよ、でもあなたについてたファンで、ファンは、あなたにはついていくかどうか分かりませんよっていうね、うん、そういうやり方なんだよね。でこれがだからアイドルグループをいっぱい抱え込んじゃって、アイドルメンバーをいっぱい抱え込んじゃってる理由なんですね。だからこの子辞めていきます、卒業しますってだって、ファンは辞めていく子についていかないんですよ。だからついていきたいんだけどついていかせないぐらい忙しくさせるわけよ、ファンを。いっぱいグループ作って、いっぱいライブ開いて、いっぱいイベントぶち込んで、もうファンがその辞めてった卒業してた子のことを考える間もなくですね、もうイベントをライブ付けにするわけですよ。そんで、それで、まあ、だついていかせない、ファンは移籍させないよっていうですね、そういうことをやってるということでございます。で、これが最近、大手が最近アイドルを大量に抱えてる理由なんですけどね、スターダストプロモーションってね、もうハロプロも同じなんですけど、ハロプロもね、ハロプロメンバーが今73人ですよ。
で、研修生が10人から総勢83人なんですけど、スターダストプロモーション95人いるんですね。11月になんかね、スターダストプロモーションのアイドルでね、なんだっけ、合同でライブやりますみたいなこと、今日発表されたのかな。そしたらね、総勢95人って書いてびっくりしたんだよ。ハルプルールいるんだと思ってさ、ハルプル、スターダストハルプルール12億抱え込んでんだ、すっげえなと思ってですね、そんなにいたっけみたいなさ。だってこれにさ、モモクロ入れ100人100人弱だよ、これだって。すげえとこだな。だからスターダストさんもいっぱい作ってんだよ、だから。だからスターダスト、スターダストやめてっちゃった子をまだ追えないよっていうね、でも、うまいわよ、ヒロタアイカって昔いたんだけど、エビチューのところに。エビチューさん、ヒロタアイカとかやめちゃってどっか行っちゃうんだけど、もうだからエビチューのファンは、ヒロタアイカどころじゃないと思うんだけど、もうそれを、追っかけたいんだけど、エビチュー活動に、まあ、いっぱいあるからって言って、エビチューも行かなきゃな、シャチホコも行かなきゃな、で、たこ焼きレインボーも行かなきゃなんですっていうことですね。もうそういうことでですね、もう、まあ、だからそういう、もう、スターダスト内だけで完結させるようにですね、スターダスト内のアイドルだけ考えなさいっていう、そういうふうに、なんか、するためにいっぱい雇ってるっていう可能性がありますね。はい、というわけでございまして、今日はですね、まあ、今日アイドル少子化争奪戦が起きてますよっていう話をちょっとしてみました。はい。まあ、これは私のあれなんですけどもね、ですけど、まあ、これ前の動画、前一回これ解説したことあるんだけどな、これ今こういうのが起きてますよっていうのは。うん。だからちょっとわかんないですけども、いや、水面下でも起きて、争奪戦やっぱ起きてますよ。やっぱ明らかに子供の数が少ないので、うん、はい。ですね。以上です。はい。